エルンスト・アーダルベルト・フォン・ハラハは、オーストリアの貴族、聖職者、スーキ教、プラハ大司教、トリエント司教を務めた。三人のボヘミア王と二人のボヘミア王妃の、戴冠式を執り行った。神聖ローマ皇帝フェルディナント二世の側近カールフォン、ハラハ伯爵の三男として生まれた。ケイニヒグレーツのイエズス会中等教育学校で、学んだ後、 ローマのドイツ人神学校に移った。教皇グレゴリウス15世の自重秘書を務めた後、1622年に、プラハ大司教ヤンロヘリウスが死ぬと、その後継者に指名される。1626年1月19日、教皇ウルバヌス発生によって、正式に、プラハ大司教に任命された。1644年には、サンタプラスサーで教会を名義制度とする司祭。 数奇教に除解された。認知のボヘミアでは、カトリック教会の有能で、精力的な代表者として、対抗宗教改革を推進した。ハラハは主家であるハプスブルク家の皇帝や、王金立ちとは違い、プロテスタント信徒たちを排除する政策は取らず、プロテスタントを再教育して、カトリック信仰に回帰させる路線を取った。ハラハの時代に、ボヘミアの聖職者数と、 信者数は共に増加を続けた。1631年に、プラハに大司教座神学校を設立して、聖職者養成に尽力し、1655年に、ライトメリーツ司教区、1664年に、ケーニヒグネーツ司教区を、それぞれ、大司教管区内に設置した。同時に、多くの教会や、司祭館を建設させた。聖職者の不足を補うため、ラハは、 マイセンからフランシスコ会、ピアリスト会、ミニミ会など多くの修道会をボヘミアに誘致した。こうした努力にもかかわらず、相変わらず、プロテスタントの反抗は収まらなかったため、ハラハハジとして皇帝の軍隊などの世俗の軍事力に頼って改革を進めねばならなかった。ハラハは当初の路線を変え、強制的な ボヘミアのサイカトリック化に協力することになった。ウィキメディアコモンズには、エルンスとアダルベとフォンハロックに関するメディアがあります。ありがとうございます。